ヘルンリゴヤヘルンリゴヤは、スイスバレー州のマッターホルン北東側、標高3260メートルにある山小屋である。ヘルンリ寮を経由する登山の拠点である。ヘルンリヒュッテとも呼ぶ。ヘルンリゴヤは1880年に、スイス山岳会により建てられた17人が、宿泊できる、小さな山小屋だった。九百十一年、セルマットの市民共同体が隣接して、 ベルグハウスマッターホルンを建設。二つの山小屋は拡張を繰り返し、1982年の合計収容人数は170となり、1987年に管理が統合された。2013年から2015年にかけて行われた大改修では、部屋を2から9人用に区切り、収容人数140となった。また、トイレとシャワーが各階に設けられた。 環境への配慮からバックアップ用ディーゼル発電機を持つ太陽電池と蓄電池で構成される72区場オフグリッド電力供給システムが導入された。給湯のための太陽熱収熱機、排水の浄化システムも備えられた。改修後の供用開始はマッターホルン初登場150周年の2015年7月14日である。ありがとうございます。